第1回目の、公判ということで、ただ僕の主張としては全部完全に無罪を主張します。で、昨日ちょっと YouTube で出したんですが、警察の聴取を出すのはちょっとまずいということで全部消しましたが、脅迫容疑については YouTube で徹底的に潰しに行くということについては YouTube であなたの真実というだけですから、相手も公人ですから全くもって問題がないということで、正当業務行為ということで無罪を主張します。不正競争防止法違反についても NHK の、放送法違反や弁護士違反を追及するために取った情報ということで、当時国会議員でしたから国会議員としての正当業務行為として無罪を主張します。最後、偽計業務妨害罪についても NHK が別に真摯に向き合ってくれれば問題ないわけで、NHK はそれは妨害というかもしれませんが、コートの代表が来てですね、個人情報をねばらまくぞって言ってるわけですから、それどういうことですかって来たらいいだけの話なので、こちらが個人情報を持っているかどうかも確認せずにですね、業務を妨害されたっていうのもこちら側の正当な業務であると、お医者さんがお腹を切ったりとか、さっきのボクサーが殴ったりするのと一緒だということで、正当業務行為刑法35条正当業務行為で無罪を主張するという予定で弁護士さんとも話がついておりますので、皆さんのところに問い合わせがあったら、ね、立花さんは無罪を主張するということ、ただ僕は受けるべき罪、償うべき罪というか罰があるんだったら、先ほどちゃんとね、罪は償う人間ですので、逮捕というかね、拘留される可能性もゼロじゃないですが、自分のためにやってるわけじゃないので、世の中のためにやってることなので、そこは全くビビっていないということで終わりましょうか。ズームの皆さん、お疲れ様ということで終わります。ありがとうございました。